しました。ベルト着用線が消えるまでお座りのままお待ちください。扉を開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先通信用の電波を発する電子機器もご使用になりますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。